それでは次はグループディスカッションについてなんですけれども、一番重要なことは、バランスの取れた生徒です。よくリーダーになった方がいいんですかとか、意見をたくさん言った方がいいんですかっていう質問をいただくんですけれども、もちろんそれも大事です。発言力はとても見られています。でも合わせてこう傾聴力、周りに質問できるかとか、周りが話してる時にどんな風に聞いてるのかとか、話してない子に話を触れる人かとか、そういう聞く力も見られています。あとは意欲ですね。最後の最後まで一生懸命話し続けられるかどうかとか、意見が割れた時にも諦めずに、どうやったら一つにできるかなって考えるとか、とにかく笑顔で最後まで楽しそうにディスカッションに参加するとか、そういうもの、すべてをバランスよく持っていて、かつ誰と一緒になるかわからないので、その場に合わせて臨機応変に対応できる力っていうのがすごく大事なんじゃないかなと思っています。というのも、こう試験自体は、10分から15分のディスカッション、まあ人数によってちょっと変わるんですけれども、で、本当にこう自己紹介とかもなく、課題を渡されて、はい、どうぞ、みたいな感じで。で、15分終わったら、はい、終わりですっていう内容になっているので、こう持ち時間を考えると3分ぐらいしか一人ないんですね。なのでその時間を考えて、自分ばっかりが喋らなきゃと思って話しすぎてしまっても、その場を壊してしまうというか、周りの人にチャンスを与えていないことになるので、もちろんこう話す力は大事なんですけれども、合わせて聞く力とやる気みたいなところも意識してもらえるといいんじゃないのかなと思います。実際先生からもディスカッションする前に、司会とかリーダーとかタイムキーパーはいらないっていう風に言われるんですね。言われたみたいです、前回のニュースでは。でもじゃあ実際本当にこう誰も話し始めなかったら、やっぱり司会のような役割を自ら買って出た方がいいと思いますし、本当にこう2つに意見が割れて全然話し合いが進まないなら、ちょっと時間がそろそろ来てそうなので、こういう視点から考えますかとか一言言えた方がいいと思うので、逆にでもみんながみんなそれを争い合って、彼が率先してやっていたら、逆にその立場は取らない方がいいとかあるので、本当になんかその場に合わせて、その話し合いをいいものにするには、自分が何ができるのかっていう視点で臨むのが大事かなと思います。まあ一応補足で、こう前回の入試で生徒さんが言ってたのは、こう時間がアナログ時計なので、こう時計が椅子の上とかに、机の上とかに置いてあるんですけれども、デジタルじゃないので目視で時間を確認しないといけないっていうのと、なんか目の前の先生 2,3 人ぐらい並んでいるんですけど、ちょっと結構表情が怖い先生もいたっていうのはあったので、そういう先生がいても緊張せずにリラックスできるといいんじゃないかなと思っています。でこのグループディスカッションについては、正直あまり授業で対策する時間がない場合が多いんですね。皆さんこうやっぱり英語エッセイの方が配点が高いですし、日本語作文もやらないとってなってきた時に結構後回しになりがちなんですけど、このグループ面接って日本語作文よりも実は配点が高いんですね。日本語作文は15点に対して、グループディスカッションは50点の配点があるので、練習していて損はないと思います。でそのためにも TCK の方ではグループ面接の特別講座っていうのを開催していて、これはもう単発の講座になっていて、まあ人数が集まれば開催をしているんですけれども、こう1時間の授業の中で2回グループディスカッションを実際に経験して、まあ間にこうフィードバックをしていくっていう内容になっているんですけれども、やっぱりやってよかったっていう声がすごく多いのと、練習すると上手になるものなので、あとはやる人が変われば雰囲気も変わるっていうのも肌で感じて、あ、こういう時は質問すればいいんだとか、あ、こういう時は自分から意見言った方がいいなっていうのも、こう実際に経験することがわかるので、もし受験を検討されている方はぜひ1回は日程が合えば参加するといいんじゃないのかなというふうには思っています。